アクロ編集部から来ました荻野です。週刊誌は初めてでわからないことだらけですが、どうぞご指導よろしくお願いいたします。荻野でいいの？え、今は名字違うんじゃなかったっけ？ええ、離婚をしたんですが手続きが面倒なので仕事上はこのままで行こうと思ってます。じゃあ元荻野だ。久しぶり。キラキラファッション誌から親父雑誌担当になってプライドズッタズタの元荻野さん。なんだお前ら知り合い？一応同期なんで軽く顔見知り程度に。じゃあ森はお前指導係ね。俺忙しいから。俺はもう降りるよ。